はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。ペガサス J クロフォードです。さあ本日なんですが、サクリファイスデッキをね、作ってきましたのでご紹介していきたいなというふうに思っております。サクリファイスっていろいろ強化が来てましてですね、いろんなモンスターがいるんですけど、有名なのはね、サウザンドアイズサクリファイスとかサクリファイスだと思うんですけども、結構ね新しめのモンスターでね、このミレニアムアイズサクリファイスっていうモンスターがいまして、こいつめっちゃ強いんですよ。こいつをね、活躍させていきたいと思って、組んできたデッキでございます。どういう効果を持ってるかっていうと、このミレニアムアイズサクリファイスがね、サクリファイスプラス効果モンスターっていうあまりにも緩すぎる召喚条件で、出せる融合モンスターで、要は融合代用モンスターと融合代用モンスターとかで融合できるんですよ。あとなんか適当に融合代用モンスターとなんか適当な効果モンスターで出せるんでね、非常に緩いんですけども、一旦にちょっと相手フィールドの相手のモンスターの効果が発動したときに、相手のフィールドか墓地の効果モンスター一体を対象にとって、その効果モンスターを装備カード扱いとしてこのカードに装備しますよと。で、このカードの攻守が装備されているモンスターの打点分アップして、このカードの効果で装備したモンスターと同名のモンスターが攻撃できないし、効果が無効化されるっていう効果があるんですね。だからね、これ3番と1番の効果がすごい噛み合ってまして、要は装備したモンスターの効果が無効化できるっていうことなんですよ。要するにだから、例えば手札誘発、ハルウララとか、増殖する G とかっていうカードは手札から墓地に送って発動するので墓地のモンスターになるんですけども、墓地のモンスターを装備すれば要は効果も効果化できるんで、手札誘発とかを、完全に無効化することができます。あとフィールド上のモンスターももちろん装備することができるんで、相手のフィールド上のモンスターの効果発動したらそいつをパクって装備して、そいつの効果無効っていうことも言えるんですよ。めちゃくちゃ強いんですよね、このミレニアムアイズサクリファイスが。で、これをね、どうやって出していくかっていう話なんですけども、専用の融合がありまして、それがこのサクリファイスフュージョンっていうカードですね。これ、アイズサクリファイス融合モンスターカードの融合スタイルモンスターを、自分の手札フィールド墓地から除外すると、デッキから特殊召喚できるよっていう効果になってまして、今墓地除外なんで、再利用はちょっと難しくはなるんですけども、速攻魔法なので、結構ね、簡単に、相手ターンでもこのモンスターが爆弾するんで、なかなか面白い効果をしていまして、でしかもこれ2番目の効果が結構強くてね、自分のメインフェーズに墓地のこのカードを除外すると相手のフィールドの効果モンスターを、アイズサクリファイス融合モンスターがサクリファイスで装備することができるっていうことで、サクリファイスはもちろん1枚しか装備できないっていう効果があるから、もうすでに装備してある状態だとちょっとダメなんだけども、この融合モンスターって別になんかその1体しか装備できないとかないんですよ。何体でも装備できるんですよ。これがねめっちゃ強いです。要は、モンスターバンバン装備していけるっていうことですね。もちろんパックル効果は一旦にちょっとだけど、この装備魔法の、装備魔法じゃない、融合魔法の効果と、あとこれですね、このミレニアムアイズイリュージョニストっていう、こいつの効果を使うと、なんかね、めっちゃ装備できるんですよ。このミレニアムアイズイリュージョニストはどういう効果を持ってるかっていうと、フリーチェーンで手札からぶん投げると、相手のフィールドの効果モンスターをサクリファイスに装備できるっていう。もうとにかくね、相手のモンスターをパクりまくるっていうね、そういうテーマですね。はい。サクリファイスがそういうテーマなんで、はい。もちろんサクリファイスも言わずもがな出していくことはありますので、イリュージョンの儀式を採用しているっていう感じですね。で、サクリファイスだけだとさすがに弱かったんですよ、使ってる感じ。さすがにこれだとパワー低いなと思ったので、今回は召喚獣ギミックを入れて、召喚獣アレイスターからね、召喚獣を出せるようなギミックと合わせて、召喚獣サクリファイスみたいな感じにしてきました。はい。さすがにランク戦しか遊び場がないので、ランク戦の猛者たちに、ギリ勝っていくためにはね、ちょっとある程度強いギミックを入れないといけないということで、はい。で、うららとか増殖とかも入ってるっていう感じですね。で、一番ね、最強の初動がね、デスガイドになってまして、デスガイドで、クリッター、特殊召喚して、で、ここで、リンク召喚でアナコンダして、アナコンダの効果で、サクリファイスフュージョンをコピーできるんですよ。で、さらにクリッターの効果で、サクリファイスとか持ってこれますんで、デスガイドは非常にね、融合素材も、どっちもサーチできるみたいなもんなんで、こいつ一体で。これがすげえ強いから、これは3枚ですね。で、クリッターも同じような感じで、これアレイスターをサーチすることもできますし、サクリファイスも、サーチできますし、クリッター1体からでもね、一応その、アルミラージになってサーチすることができるので、強いかなと思って入れてますと。で、魔法カードなんですけど、魔法カードは、今、ハーピーの羽冒険は、バック除去用に1枚でしょ。で、愚かな埋葬は、このミレニアムアイズイリュージョニストっていう、このモンスターをね、墓地に送ることができるんですけれども、これ
フィールドに相手サクリファイス融合モンスターがサクリファイスが特殊召喚されると手札に返ってくるよっていう効果あるんで、まあ、こいつを墓地に送って、回収したりとか、あとあのサクリファイスをあのシンプルに叩き落として、で相手サクリファイスなんで、そのミレニアム相手サクリファイスの融合素材に、できますから、まあ、これ叩き落とすっていうこともできるから、まあ、これ1枚ですね。でテラフォーミングは暴走魔法陣を持ってくるように1枚、あとこのインスタントフュージョンは、これミレニアムアイズサクリファイスがレベル1なんでこれ出せるんですよ。で、まあ、一応死んじゃうんだけどエンドフェーズにこれ一応あの手札にはつきができるんで、あの1枚一応入ってます。まあ、ちょっとあのリンクリボーを入れてる枠がなんかちょっとあんまなくて、あの入ってないんだけど、リンクリボーとかは入れた方がいい。リンクリボーかあのサクリファイスのあのやつ、リンクモンスターのあれ、あちょっと枠がなくてね、非常に枠がないこのデッキは。なんで、まあ、これちょっと正直3枚使うことあったんですよ。3枚使うことだったし、あとここから出すモンスターでもあるんで、一応3枚入ってるのと、あと入れたいモンスターが他にもあのサウザンダージサクリファイスとかもいるんですけど、ちょっと枠の都合上入れることできないんだよな。まあちょっとここはね調整してくださいっていう感じですね。まあこれは強いですけど、まあちょっと死んじゃうのが厄介かな。うん。で儀式の準備と儀式の下準備はサクリファイスとかイリュージョンの儀式をサーチしてこれるように、ガンズミと召喚魔術はまあレースだから持ってくるよ。で超融合は、まあ、あのベルテアナコンダからね、相手のモンスターを吸って融合するっていうのもあるし、素引きしてもスタープフェノム出せるようにね一応入ってますっていう感じですね。で墓穴、これはあの手札誘発をケアするためっていう、そんな感じです。でエクストラデッキは、召喚獣たちと、まあ、最低限ですね、必要最低限のあの召喚獣たちと、あとは召喚獣出す用の、アルミラージガードナー、それから、まあ、バックジョッキがちょっと弱いのでこのデッキなんでトライミアフェニックス、それから一応魔法使い族なんで、あのこの辺が全部ね、なんで、セレーネからあのアクセスコール投下ができるので、まあ、このキミックあったはさすがにいいので、入れましたっていう感じですかね。はい、以上です。早速ねサクリファイスの活躍している姿をね皆さんにご覧いただきましょう。デュエルスタンバイ行きますよ。幻想モンスターの力を見せて差し上げましょう。遊戯ボーイ、儀式魔法ないからこれは先に打ってよくて、うららちゃんありますか？ありそうですね。あ、増殖する G めんどくさい。増殖する G めんどくさいな。増殖する G ちょっとめんどくさいんだよな。どうしよう。しょうがないか、スルーだな。特殊召喚ちょっとなるべくしないように頑張りますなるべくしないように頑張ります。ここウララ当ててください。召喚師アレイスターを召喚効果ぞ。ウララ当ててください。あ、なんもない。なるほど、まあ、ウララはないのか。なるほどね。ですね、まあ、ドローされちゃいますけど、まあ、一応さすがに何も出さないの意味わからないので、カリギュラを出してエンドですかね。カリギュラ出して速攻魔法を捨ててエンドかな。私はサクリファイスと召喚師アレスターで融合カリギュラ、まあ、1枚ドローまでは許して差し上げましょう一応ね。はい、まあ、2体目出すっていうか2体目出せねえや。メガラニックも入ったしで、アレスター回収して、まあこれでセットしてエンドかな。一応、ミレニアムアイズサクリファイスは出せるんですけど、ちょっとアレイスター若干もったいないんで、まあ、カリギュラ君がめっちゃ強いからカリギュラ君で頑張ってもらいましょう。これは一旦ね、頑張れカリギュラ、お前に全てかかっている。ちなみにカリギュラっていうモンスターもめちゃくちゃ強くて、まあ、モンスターゾーンにこいつがいるとお互いに、モンスター効果を1回しか発動できないんですよ。一旦に一度活動できなくてバトルフェーズで1体しか殴れないっていうめっちゃ強く持ってるんで結構困ると思うんですよね相手としては。あ、頭視野か。なるほど。まあでも一応効果使っちゃったらもうそれそいつ効果を発動して特殊召喚するモンスターだな。よし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 。ということはもうあのアナライザーのこのなんかデッキをめくるっていう効果を発動することはできない。完璧だ、完璧すぎる。何めんどめんど、バトルめんど、バトルめんど。はい、アレスター、うん、ほい、バイーンこうするしかねえ。俺にはもう道はこれしか残されていねえ。さあ、ただお前はモンスター効果をもうすでに使ってしまったようだな。でもまあ、あの今投げればね、ハッカーマン、なにー。あ、じゃあ
どうせだったらサクリファイスフュージョンでアレイスターを除外することによって融合召喚をすることができるので都合がいいぜ。ミレニアムアイズサクリファイスの融合召喚条件はなんとクソ緩くて、サクリファイスプラス効果モンスターっていうのがあまりにも緩い効果になっている、あ、召喚条件になっているぜ。これでハカーナー無効実質。だからちょっとアレイスターどっか行った、きつい。アレイスターどっか行ったのきつい。まあでもこれでね、一応あのミレニアムサクリファイスの、がいるので、まあこれをなんとかしていければいいんだけど、これでなんとかしていければいいんだけど、相手のね、あのモンスターの効果を、まあ、めちゃくちゃ無効にしてなんか装備できるので、なんとかしていければいいんだけど。あ、デスガイド来た。これは強そうだな。ガイド来た。装備一回しよう。まず一回装備して、ちょっと君のさ、このさ、ゴアキベルガーディアンめちゃくちゃ強いらしいから、ちょっともらうわ一回。ありがとう、サンキュー。でですね、これで相手の盤面もモンスター効果無効ないので、まあ、デスガイドですかね、これは。はい、でデスガイド召喚。デスガイドの効果発動。キャークリッター、クリッターくん助けてー。てってれんてててんてんてんてて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 。さあ、ベルテ・アラコンダをリンク召喚。そしてクリッターの効果発動。クリッターの効果により、もちろん俺様が手札に加えるのはミレニアム・アイズ・サクリファイス。このモンスターの、あ、まあ、ウララとかでもいいんですけど、これね、ちなみに何でも持ってこれるんですけど、あのミレニアム・アイズ・サクリファイスはあのフリーチェーンで相手のモンスターをパクるっていう、なんか手札イラスみたいなことを持ってるんですよ。で、あとはもう2000ライフをぶち込んでサクリファイス・フュージョンを墓地に送り、俺様は史上最強モンスター2体目を出させてもらうぜ。墓地で存在するクリッターの魂とサクリファイスの魂をゲームから除外し、再び現れろ融合召喚ミレニアムアイズサクリファイスです。ミレニアムアイズサクリファイス2体目はさすがに強いんじゃねえか、これさすがに強いんじゃねえか、さすがに強そう。バトル、今ね、ものすごい妨害量なんですけど、相手のモンスターフィールドか墓地で発動したモンスターの効果であれば、まあ、装備して無効にできます。ミレニアムアイズサクリファイスでね、2回でフリーチェーンで、このイリュージョニストの効果手札にあるんですね。で効果で、手札からぶん投げると相手のモンスターを装備できるっていう効果を持ってるんで、まあ、モンスター効果2回無効 と、相手のモンスターパクるのが、全部で3回というやばすぎることになってまして、あー全然いいですよ。シーカーね、いいよ、問題ないっす、一切問題はない。やつはフィールドで発動する効果だから、フィールドで発動する効果だったらミレニアムアイズサクリファイスの効果によりあなたのモンスターの効果は無効です。さあ、ミレニアムアイズサクリファイスの効果、相手のフィールド上または墓地のモンスターを装備し、装備したモンスターの効果が無効化されます。これ先にね出しておくとね、結構手札誘発ケアできるんで結構強いんですけど、ちなみにね。はい、さあもうあとは何もできないでしょう相手まだモンスター効果に1回無効してさらにパクリ効果ありますからね。いや、これさすがにされんだ。私は未来が読みました。ほらね、未来が見えるんですよ俺。これ誰でもわかるって、すまん。やっぱ召喚獣ギミックねえと、ちょっとさすがにサクリファイスだけだと弱いね。さすがにちょっと何もできないっていう、マジで、手数がちょっと少なくなっちゃうっていうのと、妨害が、結局融合なんでね、サクリファイス自体が。ちょっと若干弱いですけどね、これ、まあ、一応、ベルテアナコンダがいるので、なんとかなるっちゃなんとかなるんだけど、これなんかあるね。ウララここで止めないってことは同時だとやってるから、まあウララか、多分ウララだな。ウララめんどくせえな、ウララめんどくさ。どないしよう、ベルテアナコンダ出したらでも絶対ウララで止められるよね。まあでも行くしかないんだけどな。同時だったら投げてるからこれ絶対通んないんですけど、これ止めてくんない、逆に。そんなことわけないか。あ、
そこ止めてくれんだ。クリッター止めてくれるんだ。ベルテアラコンダ普通止める気がするけどね。なんか奇跡起きたわ。謎に融合は通していただけるらしい。これもしかしてあれですか、あのエフェクトベーラーみたいな飛んできます、無限包容みたいな。これ嘘でしょ、なんかある、やばい、あ大丈夫だ、危ない危ない、びっくりした、びっくりした。これはちょっとミレニアムアイズサクリファイスいくしかないですね。ベルテアナコンダどうせしょられるんで、これは、ミレニアムアイズサクリファイスを出すためにベルテアナコンダにどいていただくという、そういう作戦ですね。はい、でミレニアムアイズサクリファイスで相手のこれで手札誘発は一応ケアできた。一応ね、あのインスタントフュージョンがあれば先に出しといて手札誘発ケアできるみたいなことはあるんですよね。さあ、あなたのターンですよ。あー、ヌメロンウォールか、光ってたの、なるほどな、ヌメロンウォールか。まあ、無効にするしかないよ、無効にするしかない。ちょっとあのさすがにヌメロンネットワーク貼られたら終わるんですけど、これヌメロンネットワーク貼られると終わるんだが、ヌメロンネットワークの効果を発動してくるとかなりやばいぞ。止まれ、止まってくれ、止まってくれ、頼む。あ何、まあでも一応モンスターは破壊できないので、まあ、魔法トラップか、あんまり意味ないですね、ここのライトニングストームは。そんなに刺さんない、言うて。さあどうする、よしよし、頑張ってるぞ、頑張ってる頑張ってる、ミレニアムアイズサクリファイス頑張ってる。うわ超動きた、あいつら属性光なんだよな。まあ、クリッター行くしかないか、このクリッター召喚、クリッター召喚効果、発動して、これはまあでも次のターンのアレイスターかな。いや結構結構やばいねこれ、結構やばい。シンプルにヌメロンネットワークでなんかゴリ落ちされると、まあ一応これダメって なっちゃうしな。まあ一応装備できるんですけど、1体ね、1体装備できるんですけど、フリーチェーンで耐えるしかないな、これ。アレイスターぶん投げて1体目耐えるしかない。そしたら多分すいません、ギリ耐えそう、1000でしょ、1000で耐えて2000、4000、いや多分ギリ耐えると思うんだよこれ、これ多分ギリ耐える。でセキュアガードナーは出して、でこれで様子見バトルですかね、まあ、様子見バトルしかないか。超融合あんまり刺さんなそうだなあんまり刺さんなそう。ちょ、なんか枠がね、エクストラ的な枠があればね、いくらでも入れるんだけど、まあ一応超融合だけセットしといてエンドか。超融合刺さんなそうだなフィールド上の光属性モンスター2体みたいなやつでなんか出せるモンスターとかいないの。闇属性はね、まあ、いくらでもいるんですけど、エンド弱いね。いける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 、これ攻め時だ、これはいけるぞ、これはいける。相手かなり弱い、ハンドイリュージョンの儀式いらな、いらな、びっくりするぐらいいらない。で、召喚師アレイスター召喚、あれなんだろうね、あの伏せカード。そんなになんか強い魔法トラップあるイメージないですけどね、あのヌメロンデッキに。なんだろうな、くせ、まあ多分ツインツイスターとか、 なんかライトニングストームとかそっち系は入ってるイメージありますけど、まあ一回でもこれさすがにメルカバーだすか。メルカバーで一応魔法トラップ、と魔法モンスターだけはケアできますね、一応。困りますこれで、大丈夫です、ちょっとあのいきなり激流走とかやめてねこれでいきなり激流走みたいなことされたら俺死ぬんだけど。普通に行こう、メルカバーを融合召喚、そしてメルカバーは一旦に一度、あぶねえ、王宮のフラ全然いいや。トラップカードなんなら1枚も入ってない気がする、トラップカードはもうほんと1枚も入ってない気がする、なんならね。で、召喚師アレイスターを回収していく。なるほどね、トラップカードも無効にして、これあれかな、あの魔法トラップ全部無効にしてヌメロンでぶん殴って勝ちたいっていう話かな。まあ、若干事故ってるらしいですけど、まあ、これさすがになんとかなるんじゃね。まだでもそうでもないかまだわかんねえか、ヌメロンネットワーク1結構きついからな。まあ、でもメルカバーは一応効果で無効にできるので、ヌメロンの効果だから、で1体しょって1体しょれば、いや多分ね、ワンキルまでは届かないと思う、多分さすがに。耐えてくれ頼む、テラフォーミングやばい
あ、でもさ、大丈夫だ。裏は、あったー。これで、ヌメロンネットワークは、もうしっかりめに無効にしていく。ハカラのシミュレーション。なるほど。でもさ、ヌメロンネットワーク自体をさ、無効にすればいいんじゃない？メルカバーで。多分ね、これいいや、スルーで、ここメルカバーで無効にする必要なくて、でもヌメロンネットワーク自体を無効にしてしまえばいいっていう話はあるよ。発動もね。はい。で、ヌメロンネットワークね。オッケー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 。もうヌメロン一匹も出ささないからな、俺。ヌメロンなんて一匹も出させねえ。絶対に出させん。メルカバーの効果発動。魔法カードを一枚墓地送り、お前の魔法カードの発動を無効に除外する。ゲームから、頼む、止まってくれ。頼む、止まれ。そこそこお祈り、そこそこのお祈り、よーし。よし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 、よし。サクリファイスはソイルだけ。対戦ありがとうございました。あー、まあ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 悪くないですね。ハンド悪くないですけど、先行取られたのちょっと痛いですね。何の妨害もないんで、これやばいですね。一人帽子、誰誰誰や、お前リロード派、何これ、なんか謎のデッキ、一人帽子とかいう謎のモンスター、え、更新テテス、やば。急にバックドロー始まるぞこれ。やばい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 、何この謎のデッキ、更新テテス、あいつやば、こいつ何してんだよお前。お前次回しめたいよ、お前何してんだよ、バックドロー始まるぞこれ、まずい。更新テテスの効果は、自分がカードをドローしたときにそれが天使族だったら、それを相手に見せつけると、そのまあドローが加速できるっていうね、効果なんですよね。あ、ワタポンちゃんね。でワタポンちゃんはカードの効果によって手札に加わると、手札から特殊召喚ができるというモンスター。はい、なるほど。やばい、ゲロヤバ、ゲロヤバドロー力、うわやば、そんな入ってんの、ちょ待ってよ、やばすぎるこのデッキ、なんだこれ、デッキ引き切るぞこいつ、先行初手で。やば、やってることやばすぎる、手札さ増殖する G 打った人みたいになってるよね。手札なんか増殖する G 打ってなんか貫通して動かれた人みたいになってるけど、やばいなこれ。パワーコートか、出た藤木優作じゃん、優作の最強カード、これ何、何このデッキ、レインボーズ、誰やねん、誰やねんお前、エンタメイト、レ・ベルマン、なあお前、なあこのデッキ、1から、8ですか、スケールは、2から7のモンスターが同時に召喚可能、揺れの魂のペンデラム、天空に描け、光のアーク、ペンデラム召喚、あいつ、なんであいつ、なぜ、炎の魔性、イグニス、やばい、これはやばいぞ、イグニスとかいうモンスターは確かなんかものすごいバーンダメージがあった気がするな。自分フィールド上の表側表示の炎属性モンスターをリリースすると、自分の墓地の炎属性モンスターの数かける100ポイントのダメージを相手のライフに与えると。外心内アルラは、このカードがエクシー召喚成功した時、手札を2位の枚数捨てて、このカードのランクは捨てた枚数分だけ上がる。なるほど、あ、え、わかったぞ、つまりお前はこれで手札に頑張って引いた炎属性を捨てようというんだな。なるほど、おおおおおおお、ランク17。見たことねえよランク17って。ナイアララの効果、ナイアララの効果何これ、このカードの下を全部ずら抜いて下に重ねる、へえ、羅刹誰で、イグニスの効果、イグニスはリリースすると、やばい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 、あ、そう、耐えちないの。やばいやばいやばい、それ耐えちないんだ、強っ、え、待って、死ぬ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 、やめろ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 、そんなことをしてはいけない、やめろ、うわぁ。謎ソリティやったけど、すげえ天才じゃんこのデッキ。